こんにちは、結城聡のこれが世界の新感覚。この講座でご紹介する世界の新手を皆様もぜひ囲碁の友達と打ってみてくださいね。それでは講師をご紹介しましょう。結城聡九段です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は大なだれを教えていただいてますが、はい、実は私先週習った大なだれで対局に勝つことができました。それはおめでとうございます。ありがとうございます。やはり大なだれはこう使い慣れると楽しいものですね。そうですね。最初はね気が上がっていてもねだんだん打ってるうちに楽しくなってくると思いますよ。やはり手筋の宝庫の定石というだけあって、打つ手が華麗な手ばかりですよね。そうですね。スリルありますね。はい、はい、また今週は切りにびっくりというテーマがついてますけども、はいはい、そんなにすごい手が出てくるんですか。まさにその通り、まあ、なんせ切れないとこう切ったんですよね。それは例えばプロの方とか、それも超有名な、はい、もう韓国のプロが切ったんですよ。はいはい、ではちょっとそれには世界も驚いたでしょうね。はい、どんな切りだったのか早速、教えていただきたいと思います。それでは講座に参りましょう。今月のテーマは大なだれを打ってみよう。そして今週は切りにびっくりというテーマでお送りします。その超有名棋士が打った切りですが、はい、まずどんな局面から出てきたのでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、小目ですね。はい、今回向かい小目で大なだれ定石は小目があるのが第一条件なんですね。でここでこうつけまして、はい、ここでこうなだれていきましたね。はいはい、自ら頭をぶつかっていくのがなだれ定石。はい、そしてこれが大なだれです。先週までの手順と同じですね。はい、ここまで同じですね。はい、ここで先週はねこう打ち曲がりの定石を紹介したんですが、はいはい、今回は、外曲がりと内曲がりが普通なんですが、そのどれでもない、どれでもない、はい、まあ、ここで先にねもっと何十年も前に日本で定石されていたこの二の二の月をねまず並べてみたいと思います。これ内曲がりや外曲がりよりもっと古い手、はい、古い手ですね。はい、はい、これは切りが定石、はい、それでまあそう白は抱えですね。でこれまたシンプルな形になりました。はい、まあ、これはね戦いが続くんですが、この形は黒から、まあ、こちらの羽とこの押さえが、まあ、両方どちらか利きをね局面によって自由に選べるので、どうもいくらか黒が有利な戦いなんですよ。では2の2の突きはちょっと白も大変。はい、はい、まあ、そこで白はね本来ならこう切った時にこう当てていきたいですね。あ、そうですね。せっかくならこの1枚取っていきたいですね。はいはい、ここでこう逃げてくれればこう押さえて今度は一転して白は有利になるんですが、これが大きな違いなんですね。はい、ここでこう1回出ましてそれから下がりますと、ここで下がる、はい、こう打ってこれはなんだか選手の内曲がりにそっくりなんですが似てますね。はい、まあ、選手はこれはこうだったんでこれは隅に白を勝ってるんですが、これが反対なもんですからここで黒番で打たれて、はい、今度は、まあ、はい、これまあ変化難しいんですけどどうもこれは白の方が苦しい戦いなんですね。今これが大変ピンチな状況にいるんですね。そうですね。はい、皆さんこれをちょっと覚えておいてくださいね。はいはい、ではツケに切りになってこっちから打つことはできないと。そこで最初に戻りまして、はい、ここでその今言ったどれでもない、はい、韓国のパク・ヨンフン九段がね、あ、世界戦でも優勝されているパク・ヨンフン九段が、ね、はい、ここで、はい、今週の題名になってます切りですね。はい、ここに切ったんですね。ユウ九段もこれはびっくり、びっくりしますね。はい、これは、まあ、切れないとこですから、はい、あ、そうですね、はい、例えばこのようになったんですが、はい、普通切ったならば、まあ、切った以上に逃げ出しますよね。はい、はい、これ主張ではないんですが、まあ、こう普通にこう当てられて本来は逃げ出しがあるとこですが、はい、これでこの谷石の2目取られてこう外は絞れがうまくいかないのでこれは白つぶれですね。そうですね、はい、何やったかわからない形ですね。はい、これでも切りはなんだか、はい、じゃあ逃げずにこう絞ってみましょうか。あ、それもまた魅力的な戦法ですね。はい、これで団子にして気持ちいいんですがそれまでで後が続かないですね。ここまで、はい、これも白は断点だらけで
この2線もピンチですから、そうですね、まあ、これはもう白はやっぱりダメですね。あ、だからでもあれなんで切ったのかちょっと、はい、意味不明ですね、はい、ところがそれには深い意味がありまして、はい、ここで先ほど言った二宮月が出てくるんです。あ、日本で昔打たれた月ですね、はいはい、この手を打ちたいために一本おまじないをしたわけですね、はい、あのこの切りを打ったパククは当時19歳だったということで、はい、やはりあのこの日本で昔打たれたを知ってたということはきっと日本の碁も勉強されてたんでしょうね。そうでしょうね、はい、あの伊勢鳥九段も日本の碁で勉強されて、はい、それから新手をどんどん打たれてますから、ね、日本の碁は土台になってるんですね、はい、あそこで、はい、はい、まあ、これ先ほど言ったねこの切り、あ、先ほどは切りは、はい、あのこれでダメだということでしたが、いや、先ほどこの手がダメだったんですが、はい、この場合こう当てる手があるんですよ。あ、今度は、はい、でさっきと同じように黒は出て、はい、下がってみましょうか、はい、さあ今度さっきとの違いはこれとこれが交換されていることです。さあそれによってどんないいことがあるかというとどうでしょう。はい、すごくいいことがあるんですよこれ、はい、すごくいいこと、はい、こうですね。そうですね、はい、これは当てまして、あ、なんだか気持ちのいい、はい、これは主張ですね。ものの見事に、はい、この切りが成功しました、はい、先ほどはダメだったんですが、はい、この一手の交換で違ってくるんですね、はい、ではこちらから当てる手が成立する、はいはい、そこで、こう当ててこう打って、はいはい、こう打った時にこれを防いで黒はこう取る一手ですね。あ、そうですね。ただこれは渡って、はい、隅渡って、はいはい、これは隅は勝ってるので、はい、黒は下がって白取りになって、はい、で黒はこういうふうに助けていくんですよ。またちょっと危険を回避した、はいはい、これね一見あのなんか互角の戦いに見えるんですがここで白は、ね、すごい狙いの手がありまして、あ、はい、先ほどの絞りだけじゃなくまたさらにあるんですね、はい、今度はねここへ角に、あ、角に、はい、これはこの辺狙ってるんですね、はい、これね間をそうこれ心配なんですけどこれでこういう風に外す手がいい手で、あ、なんかちょっとまたさらにどんどん出てきますか、はい、はい、こうしますか、これはそうですね、あ、まあ、失礼しました、こうですね、はい、ちょっとじゃあ一歩ずつ行きましょうか、はい、はい、こっちにしましょうか、失礼しました、はい、さあこれでね普通にこうできるのでは、まあ、これはちょっとはっきりちょっとはっきりしないんですが、まあ、ここであの白にうまい決め手がありまして、はい、うまい決め手どちらでしょうか、はい、なんとこの間に声ガチャンと、ああ、これの切りがありますからつなぎですね、はい、そうですね、でこう出ました、これやはり一目を、はい、出たいですが、はい、生かすために出ますが、はい、これどうしよう、あ、はい、またしてもこれはなんだかちょっと大変なことに、はい、主張ですね。ということでこの角がねここは厳しい手なんですね、はいはい、これ平凡な手では不満なんでここへ行きまして、はい、でこう打った時にこれがセットで、でタイミングをここに差し込めば黒つぶれになります、はい、ではやはりあのつけた後、はい、この切りが無理だということになったんですね。そうですね、はい、そこでちょっと流してみます、はい、ただこれは打たれた相手としてもちょっとたまったもんじゃないですね、はいはい、まあ、この後はね韓国のタイトル戦であの黒番はイーチャンホ九段、はい、はい、さあイーチャンホ九段はねこうパク九段に新手を打たれてなんと3時間の後で1時間の長考をしたんでここで、あ、ではまだイーチャンホ九段も知らなかった手だったんですね、はい、これでその長考の末にこうつけた時にじっと取りました、あ、はい、先ほどの出や切りじゃなくじっと抜く、はいはい、これがいい手、はい、これがねさすがイーチャンホ九段最善手でしたね、はい、すごいですね、打たれても正確な手を打たれるんですから、はい、そうですね、はい、後ろはね、まあ、こう打ったんですけど、まあ、こう打てば硬いんですが、はい、これ押さえが効いてね、あ、はい、そうですね、これだと黒も十分打てるわかれなので白はこれこう住みついて頑張りたいですね、はい、これはもうここに出られてしまったら大変な格好なので、ね、はい、こちらを打ついて、はい、それから切りますね、はい、これは上から跳ねるのはいかがでしょうか、はい、これはちょっとねこれは追求不足でこれは白地が大きいですね、はい、ではここは何としても切っていきたいところ、はい、そうです。ここでまあ実戦はパク・エイクン九段、パク・ヨフン九段、はい、下から当ててしまったんですが、まあ、この手はちょっとね
実は失敗で実際はこう伸びていきました、はい、まあ、こういうふうになったんですが、この戦いは、はい、これはね、今度はこのポンに対しが強くて、これはどうも黒は有利な戦いのようで、はい、はい、ちょっと新手は失敗に終わってしまったんですが、はい、そうでしたか、はい、でも新手がじゃあダメかと言いますとそうではなくて、はいはい、こう切られた時に正しくはこっちから当てます。上から当てる、はい、これは黒下がる一手ですね、はい、でも外から押さえます。これは手数伸ばすためにこうですか、はいはい、で断点を切っていく、はい、ここはあの、はい、一本道の進行でしょうか。そうですね、これつけつきがありますので白はこう3枚取るぐらいですね。はい、これがないとこれで取られてしまうんですね。そうですね、こうして取る一手、そこでこうかけます。ああ、白は押す一手ですね。押す一手、はい、これでねもう白はあまり出られないんですよ。これはあの、はい、無理にこう出ようとしても利き筋があるんですね、はい、そうですね、だからもうここの形はほとんどこう見といていいですね。ああ、はい、で白はまあ時期を見てこうこっち切るかこっち切るかということで、はい、まあ、ひとまずここまでをまあ今週のおすすめにしようかと思いますが、はい、この形を今週のおすすめですね、はいはい、これがおすすめ、はい、まあ、おすすめというと、まあ、これね、まあ、途中とも言えるんですが、ひとまず一段落ということで、はい、この形は白が実利を取って黒が一応外張外回りで外勢なんですが、はい、だ黒もね、まあ、完璧な外勢ではないんですけど、ね、白地もそんなに大きくないんですよ意外とね。5個取ってますけど、はい、手がいりますので、ね、はい、では本当、はい、いい勝負の分かれ、これいい勝負ということになってますね、はい、ということで十分切りは十分に成立する新手ということですね。ちなみにあのこの後切っていったりするのはいかがでしょうか、はい、ちょっとその変化ももし教えていただけると、ね、まあ、これを利かしまして、あ、これやはり取られてしまうの で、こうですね、はい、まあ、この当たりはいつでも効きますので保留して、まあ、この辺出て、はい、まあ、これはもう今後競り合いが続きますね、はい、これはこれでまたこの一局の碁なんですね、はい、でまあこちらへ切る変化もねあるんですけど、はい、これもまた難しいんですけどね、はい、はい、やはり戦いの形になっていきそうですね、はい、そこで白がねちょっと変、あ、黒が、そうそう、黒がもっとね欲張った狙いがあるんですが、はい、ここで切って、はい、伸びた瞬間ですね。ここで先ほどはこう伸びたんですが、ここでこう厳しくこう跳ねまして、あ、これはここに打たれてしまう大変なので、はい、白はここに行きます。でここで単にこうかけようという、ああ、はい、これは白必死に逃げ出してきますか。そうですね、はい、で黒としてはね、もしここで白にこうひるんでくれたらこうピンとついで、あ、はい、これはなんだか、これはね、まあ、これも効いて、はい、黒の外勢が、はい、後手でも手厚いのでこれは黒大成功です。はい、ではこのいい手に白は参ってしまった、いい手に見るんですが白はこうもう平然と出ちゃいます。はい、もう構わずこう出て、これよろしいんですか。3目取られてしまいますけども、はい、これ白失敗に見えるんですが、もういいんです、どんどん中央行きます。あ、どんどん行ってしまう、はい、これこの辺かぶせられたら困るからこんなもんですね。ここでね、ここ白がいい手があるんですよ。これはここですね、はい、はい、これがね手筋でこう切ったりするのね、こう出られてこれは後が続かないので、そうですね、取りとあの、はい、ここが見合いですね。ここへこう打ってね、黒は必死に逃げ出しますか、はい、はい、そこをかけてこれでもう止まってるんですね。あ、例えばこうやって真ん中こんな切っていったとしますと、これはもうどう打ったら切ったらね一気にダメになってしまいますね。から、はい、黒は抵抗不可能です、はい、ということはこれですでに止まってるんで、この辺りが全部利き筋なんです ね、 ですね、はい、これは白の外勢の方が勝るということで、どうやら白有利なという結論で、はい、ではこのようなちょっと黒の洒落た手に対してもちょっと無理だったんですね、はい、そうですね、はい、では今日のおすすめの形もう一度復習してみていいですか、はい、はい、今日の形もなんだか華麗な振り返りの形になりましたね。はい、ここであのこうつける前の前提としましてこう切っていく、ここに対しては黒は抱えて、ね、抱えて、はい、そこでつけるんですね。切りとつけがコンビネーションなんですね、はい、で黒も慌てず騒がずこうじっと抜くのが
つい何度かやってしまいそうですが、はい、抜いてしまうのが静着で、はい、白も攻撃、はい、でここで切りの厳しい手を打ちまして、はい、黒も捨て石にするつもりで打ってるんですね、はい、こう切ってお城の利かした後にかけていき、はい、ここまでね、はい、これが今週のおすすめ。これはもう白も黒もどちらも持てる形なんですね。そうですね、はい、ぜひ皆様にもこの形を打っていただきたいと思います。結城九段ありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト12月号に詳しく載っています。びっくりの切りの手、ぜひ皆様もこちらで復習して実践で試してみてください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ5分で1級の問題です。結城九段ヒントをお願いします。はい、あの下の方の目を取るための初手を発見してください。回答の締め切りは12月12日水曜日、正解発表は12月23日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。11月25日出題文、黒線白し一手だけ5分で2段の問題でした、はい、この形は攻め合いなんですが、初手 B の1が急所で正解です。何も関係のないところが急所なんです ね、 ですね。これであとは黒はもうひたすら外側を詰めていきます、はい、ここで白はこちらからもこちらからも打てない形なので一回バックしないといけません。そうすると黒が詰めて、これ一手勝ちですね。黒がはい、あの11月はね C の位置が正解だったんで、今回もこう打った方も多いかもしれませんが、これはこうはわれて一見メアリメナスの形に見えますが、はい、で、これここへこう放り込む手がねありまして、こうになってしまうんですよね、はい、ということで正解は初手 B の1下がりが正解でした。結城九段ありがとうございました。今回は切りにびっくりというテーマでした。あのやはり大名鶴定石はもう何十年も打たれてますが、はい、いろんな手が出てくるものなんですね。そうですね、はい、まだまだねいろんな手が出てきそうで、はい、でもまたちょっと嬉しいのが、あのそういった皆様の新手が日本の碁を元にしてあの編み出されているのがまた嬉しいですね。結城九段次回の内容を教えてください。はい、捨て石大作戦ということで、もう5番の4分の1を使った大作戦を紹介したいと思います。それもやはり大なだれから発展していくんですか。です、ね、はい、4分の1、はい、ちょっとそれはかなり見物のステージですけども、うん、これもぜひ実践でやれたら楽しいですね。そうですね、はい、僕も何回も使いました。結城九段も好んでやってらっしゃる、はい、そうですね、はい、大なだれにはいろいろな変化があります。今回の切りではなく前回の次回の静止もぜひ皆さん使ってみてくださいね。それではどうぞ次回もお楽しみに。さようなら。黒は打抵抗不可能です、はい、ということはこれですでに止まってるんで、この辺りが全部利き筋なんです ね、はい、これは白の大勢の方が勝るということで、どうやら白有利なという結論で、はい、ではこのようなちょっと黒の洒落た手に対してもちょっと無理だったんです ね、はい、では今日のおすすめの形もう一度復習してみていいですか。はい、今日の形もなんだか華麗な振り返りの
形になりましたね。はい、はい、ここでこうつける前の前提としましてこう切っていく。これに対しては黒は抱えて、はい、そこでつけるんですね。切りとつけがコンビネーションなんですね、はい、で黒も慌てず騒がずこうじっと抜くのがいい手で、つい何度かやってしまいそうですが、はい、抜いてしまうのが静着で、はい、白もこう打つ、はい、でここで切りの厳しい手打ちまして、はい、黒も捨て石にするつもりで打ってるんですね、はい、こう切って白の、はい、利かした後にかけていき、はい、ここまでね、はい、これが今週のおすすめ。これはもう白も黒もどちらも持てる形なんですね。ぜひ、ねはい、皆様にもこの形を打っていただきたいと思います。結城九段ありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト12月号に詳しく載っています。びっくりの切りの手、ぜひ皆様もこちらで復習して実践で試してみてください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ5分で1球の問題です。結城九段ヒントをお願いします、はい、下の方の目を取るための初手を発見してください。回答の締め切りは12月12日水曜日、正解発表は12月23日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001 NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。11月25日出題文、黒線白し一手だけ5分で2段の問題でした、はい、この形は攻め合いなんですが、初手 B の位置が急所で正解です。何も関係のないところが急所なんですね。これであとは黒はもうひたすら外側を詰めていきます。詳しく載っています。びっくりの切りの手、ぜひ皆様もこちらで復習して実践で試してみてください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ5分で1球の問題です。結城九段ヒントをお願いします、はい、下の方の目を取るための初手を発見してください。回答の締め切りは12月12日水曜日、正解発表は12月23日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。11月25日出題文、黒線白し一手だけ5分で2段の問題でした、はい、この形は攻め合いなんですが、初手 B の位置が急所で正解です。何も関係のないところが急所なんです ね、 ですね。これであとは黒はもうひたすら外側を詰めていきます、はい、ここで白はこちらからもこちらからも打てない形なので一回バックしないといけません。そうすると黒が詰めて、これ一手勝ちですね。黒がはい、11月はね C の位置が正解だったんで、今回もこう打った方も多いかもしれませんが、これはこうはわれて一見メアリメナスの形に見えますが、はい、で、これここへこう放り込む手がねありまして、こうになってしまうんですよね、はい、ということで正解は初手 B の1下がりが正解でした、はい、結城九段ありがとうございました。今回は切りにびっくりというテーマでした。やはり大名鶴定石はもう何十年も打たれてますが、はい、いろんな手が出てくるものなんですね。そうですね、はい、まだまだねいろんな手が出てきそうで、はい、でもまたちょっと嬉しいのが、そういった皆様の新手が日本の碁を元にして編み出されているのがまた嬉しいですね。結城九段、次回の内容を教えてください。捨て石大作戦ということで、
もう5番の4分の1を使った大作戦を紹介したいと思います。それもやはり大雪崩から発展していくんですか。はい、4分の1、はい、ちょっとそれはかなり見物のステージですけども、うん、これもぜひ実践でやれたら楽しいですね。そうですね、はい、僕も何回も使いました。はい、あ、結城九段も好んでやってらっしゃる。はい、そうですね、はい、大雪崩にはいろいろな変化があります。この2勝もピンチですから。そうですね、まあ、これはもう白はやっぱりダメですね。あ、だからでもあれなんで切ったのかちょっと、はい、意味不明ですね。はい、ところがそれには深い意味がありまして、はい、ここで先ほど言った二宮月が出てくるんです。あ、日本で昔打たれた月ですね。はいはい、この手を打ちたいために一本おまじないをしたわけですね。はい、あのこの切りを打ったパク九段当時19歳だったということで、はい、やはりあのこの日本で昔打たれてをしてたということはきっと日本の碁も勉強されてたんでしょうね。はい、あの伊勢鳥九段も日本の碁で勉強されて、はい、それから新手をどんどん打たれてますから、そうですね、日本の碁は土台になってるんですね。はい、そこで、はい、はい、まあ、これ先ほど言ったねこの切り、あ、先ほど切りはあの、はい、これでダメだということでしたが、いえ、先ほどこの手がダメだったんですが、はい、この場合こう当てる手があるんですね。あ、今度は、はい、でさっきと同じように黒は出て、はい、下がってみましょうか。はい、さあ今度さっきとの違いはこれとこれが交換されていることです。さあそれによってどんないいことがあるかというとどうでしょう。はい、すごくいいことがあるんですね、これ。はい、すごくいいこと、はい、こうですね。そうですね、はい、これは当てまして、あ、なんだか気持ちのいい、はい、これは主張ですね。ものの見事に、はい、はい、成功しました。先ほどはダメだったんですが、はい、この一手の交換で違ってくるんですね。はい、ではこちらから当てる手が成立する、はいはい、そこで、こう当ててこう打って、はいはい、こう打った時にこれを防いで黒はこう取る一手ですね。あ、そうですね。ただこれは渡って、はい、隅渡って、はいはい、これ隅は勝ってるので、はい、黒は下がって白取りになって、はい、で黒はこういうふうに助けていくんですよ。でもこれは黒もまたちょっと危機を回避した、はいはい、これね一見あのなんか互角の戦いに見えるんですが、ここで白は、ね、すごい狙いの手がありまして、あ、はい、先ほどの絞りだけじゃなくまたさらにあるんですね。はい、今度はねここへ角に、あ、角に、はい、これはこの辺狙ってるんですね。はい、これね間をそう、これ心配なんですけど、ここでこういうふうに外す手がいい手で、あ、なんかちょっとまたさらにどんどん出てきますか。はい、はい、こうしますか。これはそうですね、あ、まあ、失礼しました。こうですね、はい、ちょっとじゃあ一歩ずついきましょうか。はい、はい、こっちにしましょうか。失礼しました。はい、さあこれでね普通にこうできるのでは、まあ、これはちょっとはっきりしないんですが、まあ、ここであの白にうまい決め手がありまして、はい、うまい決め手どちらでしょうか。はい、なんとこの間に声ガチャンと、あ、はい、これの切りがありますからつなぎです。はい、ます、あ、どんどん行ってしまう。はい、これこの辺かぶせられた困るからこんなもんですね。さあここでねここを白がいい手があるんですよ。これはここですね。はい、はい、これがね手筋でこう切ったりするのね、こう出られてこれは後が続かないので、そうですね、鳥とあの、はい、ここが見合いですね。声こう打ってね、黒は必死に逃げ出しますか。はい、はい、そこをかけてこれでもう止まってるんですね。あ、例えばこうやって真ん中切っていったとしますと、これはもうどう打ったら切ったらね一気にダメになってしまいますね。ますから、はい、黒は抵抗不可能です。はい、ということはこれですでに止まってるんで、この辺りが全部利き筋なんです ですね、はい、これは白の外勢の方が勝るということで、どうやら白有利なという結論で、はい、ではこのようなちょっと黒の洒落た手に対してもちょっと無理だったんですね。そうですね、はい、では今日のおすすめの形もう一度復習してみていいですか。はい、今日の形もなんだか華麗な振り返りの形になりましたね。はい、はい、ここであのこうつける前の前提としましてこう切っていく、これに対しては黒は抱えて、はい、そこでつける切りとツケがコンビネーションなんですね。はい、で黒も慌てず騒がずこうじっと抜くのがいい手で、つい何度かやってしまいそうですが、はい、抜いてしまうのが静着で白もこう打つ、
でここで切りの厳しい手打ちまして、はい、プランを捨て石にするつもりで打ってるんですね、はい、こう切ってお城の利かした後にかけていき、はい、ここまでね、はい、これが今週のおすすめ。これはもう白も黒もどちらも持てる形なんですね。そうですね、はい、ぜひ皆様にもこの形を打っていただきたいと思います。結城九段ありがとうございました、はい、なお今日の講座の内容は囲碁講座テキスト12月号に詳しく載っています。びっくりの切りの手、ぜひ皆様もこちらで復習して実践で試してみてください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ5分で1球の問題です。結城九段ヒントをお願いします。はい、あの下の方の目を取るための初手を発見してください。回答の締め切りは12月12日水曜日、正解発表は12月23日のこの時間に行います。回答の送り先は結城聡のこれが世界の新感覚。この講座でご紹介する世界の新手を皆様もぜひ囲碁の友達と打ってみてくださいね。それでは講師をご紹介しましょう。結城聡九段です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は大なだれを教えていただいてますが、はい、実は私先週習った大なだれで対局に勝つことができました。それではおめでとうございます。ありがとうございます。あのやはり大なだれはこう使い慣れると楽しいものですね。そうですね、最初はねあの気が上がっていてもねだんだん打ってるうちに楽しくなってくると思いますよ、はい、やはりあの手筋の宝庫の定石というだけあって、はい、打つ手が華麗な手ばかりですよね。そうですね、スリルがありますね、はいはい、またあの今週はあの切りにびっくりというテーマがついてますけども、はいはい、そんなにすごい手が出てくるんですか。まさにその通り、まあ、なぜ切れないとこう切ったんですよね。それはあの例えばあのプロの方とか、それも超有名な、はい、もう韓国のプロが切ったんですよ、はいはい、ではちょっとそれには世界も驚いたでしょうね、はい、どんな切りだったのか早速、教えていただきたいと思います。それでは講座に参りましょう。今月のテーマは大なだれを打ってみよう。そして今週は切りにびっくりというテーマでお送りします。その超有名棋士が打った切りですが、はい、まずどんな局面から出てきたのでしょうか、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、はい、今回向かい駒で大なだれ定石は小目があるのが第一条件なんですね、はい、でここでこうつけまして、はい、ここでこうなだれていきましたね、はいはい、自ら頭をぶつかっていくのがなだれ定石、はい、そしてこれが大なだれです。先週までの手順と、はい、ここまで同じですね、はい、ここで先週はねこう打ち曲がりの定石を紹介したんですが、はいはい、今回は、まあ、外曲がりと内曲がりが普通なんですが、そのどれでもないどれでもない、はい、まあ、ここで先にねもっと何十年も前に日本で定石されていたこの二の二の付けをねまず習ってみたいと思います。これ